こんにちは。特定社会保険労務士の工藤です。今回の動画では、小説、二部義士伝をお話しいたします。浅田二郎における大作、中井貴一や渡辺謙を主役にして何度も映像化されています。小説、二部義士伝は、南部地方盛岡藩の脱藩浪士で、新選組大使の吉村勘一郎を題材としています。名だたる大使が一目置いた田舎侍が繰り広げる人間ドラマ。2000年に第13回柴田連三郎賞を受賞しています。新選組に人斬り勘一として恐れられる男がいました。名を吉村勘一郎、南部地方盛岡藩の脱藩浪士です。その件は非常で実践的、迷いがないように見えました。吉村は北辰一刀流の免許皆伝、新選組の入隊試験では剣の腕を誇る長倉新八と同格に渡り合います。彼の剣の腕前は沖田総司や斎藤はじめにも匹敵するほど、隊長近藤勇も一目を置きます。新選組は武士よりも武士らしくをモットーとする剣客集団。そんな大使が理解できないものが吉村にはありました。彼はそれほどの腕前でありながら、職務を遂行するたびに給金を請求する主戦だったんです。実際こんなことがありました。切腹を命じられた大使の解釈役を自ら買ってで、解釈で刃こぼれしたから刀を買い替えたいとして、鬼の副長土方に嘘をつき、報奨金の増額を要求したんです。さらには斎藤はじめを呼び出して恐喝まがいに口止め料をせびりました。二戸稲造の武士道は、武士道とは死ぬこととを見つけたりと書かれています。それなのに吉村は死にたくないから人を斬るという武士らしからぬ言動に、周囲の大使も田舎者と蔑み、激しく嫌悪しました。ですが、当の吉村といえば、周囲から何と言われようと一向に気にしていません。吉村は南部藩を脱藩しています。一体どのような人生を送ってきたんでしょうか。実は、故郷に妻と子供がいました。残された家族、息子の勘一郎は、脱藩した者の子供ということで、お前の親父は天下の不埒者だと、周りの子供たちにいじめられます。もともと吉村は藩校の助教、藩の子供たちに南部武士の心得を説き、南部の美しさに誇りを持てと口を酸っぱくしながら言っていた人間が、あろうことか国を去ったわけです。彼らの憎しみも深いです。その後、吉村の家族は藩の住居から追われ、遠い親戚を頼って引っ越すことになります。それほど脱藩は重罪だったんです。実は吉村自身、家族がそんな目に遭うことを初めから予測していました。物語が進むにつれ、やがて吉村の心の奥底が明らかになっていきます。鳥羽伏見の戦いの始まりです。主戦土であるはずの吉村が、戦況が悪く、新選組でさえ逃げ出す中、官軍に一人立ち向かっていくんです。実は彼こそが義を深く信じ、義に生きる武士だったんです。そもそも吉村はなぜ国を裏切ったんでしょうか。それは家族のためでした。足軽の身分であった吉村家の生活は苦しかったんです。そこに天保の危機、普通に生きていては経済的にやっていけない。吉村は死を待つしかない家族を守るため、どうすればよいかを考えました。現代の発想であれば、仕事をもっと頑張って出世をしてとなるところです。実際吉村は北辰一刀流免許皆伝、かつ藩校の師範を務めるほどの文武両道です。人柄も十分ですが、この時代は能力主義ではない幕藩体制、足軽の家に生まれたばかりの卓越した剣の腕も学問の能力も評価はされても対価に結びつかなかったんです。追い詰められて吉村が選んだ道が脱藩です。吉村が放浪の線にたどり着いたのが新選組でした。
風雲急を告げる幕末、ここは身分に関係なく剣術を生かして武士のように徳川家に尽くすチャンスが与えられる場所だったんです。もともと新選組の構成員は武士ではない連中、生まれついての身分のために能力を生かせず悔しい思いをしてきた人たちが自分の腕一つで勝負できるとして集まった、それがこの組織だったんです。要するに吉村が新選組に入隊した理由は尊王攘夷の志を果たすためでも砂漠であったわけでもありません。ましてや武士としてのプライドでもない、単に給金が良かったためです。わしは一生懸命働いて必ずや銭小判を送るゆえしばし辛抱してくれ。新選組に入った吉村はどんな時でも自分を押し殺し仕事に励みました。いくら主戦度と罵られようとも、お金のため残してきた家族のために心を修羅にし、自身の手を汚しながら稼いでお金を家族のもとに送っていたんです。愛する家族のためなら藩を裏切ってでも人を殺してでも何でもやる、それが吉村の決めた生き方だったんです。ですが本当の吉村は誰よりも強く誰よりも優しかったんです。例えば自分の教え子のためなら目下の大使であっても申し訳ないことでございます、お許しくださいと頭を下げる人でした。それは殺し合いの中において、血煙の中にいても変わりませんでした。自分を罵りながら死んでいった相手にさえ重さげな元祖、つまり申し訳ないと顔を苦痛で歪めていたんです。周りの者は言います、この男はあそこまで気迫を見せることはね、本当に力が入るのはね、てめえ自身の心に立ち向かう時なんだ。切腹を命じられた大使の解釈役を買ってで、解釈で刃こぼれしたと嘘をついて報奨金の増額を要求、斎藤を呼び出して口止め料をせびっていた吉村、それもこれも故郷の家族に少しでも多く仕送りをするためでした。わしは家族のために死にたがね、死にたがねから人を殺したのです。それが真面目で正義感が強く優しい吉村が人を切ることができた理由です。本当の武士道は武士の前に人間であること、吉村は脱藩の際追いかけてきた子供たちとの最後の別れでこう言います。わしは生きんがために国を捨てるが、お前たちを捨てるわけではねえぞ。わしは一生懸命働いて必ずや銭小判くるゆえしばし辛抱してけろ。かかは奥の間でわら布団にくるまり、父は土間に座って頭は下げたまま互いに忍び抱くばかりの別れはいたした。父はその時はっきり気づいたのよ。わしの主君は南部のお殿様では願った、お頭様でも願った、お前たちこそがわしの主君じゃとな。なんとなればわしはお前たちのためならばいつ何時でも命を捨てることができたゆえ、さしたる覚悟もいらず指導も大義もいらず、お前たちに死ねと言われれば父は喜んで命は捨てることができたゆえ、だからお前たちこそがわしの主君に違えねえと思った。吉村は最後まで自分の意思を曲げず、彼にとっての君主のためだけに戦っていたんです。まもなく迎えることになる新選組の、そして武士の世の中の終焉、それは大使の多くが感じていました。そして吉村には新選組を離れるチャンスもあったんです。非常でなければ生き残ることができない新選組、局を脱する者は切腹という土方歳三をして吉村を新選組から抜けさせてやってもよいと言わしめたんです。周囲のあらゆる人が生かそうとしたこの吉村という男、さまざまな苦境にさらされながらも最後は武士として人間として自分の信じる大切なものを守るために行動します。
鳥羽伏見の戦いで戦況が悪く、新選組でさえ逃げ出す中で、一人官軍に立ち向かっていくんです。吉村はただの視線度ではありません。家族のために国を裏切った。だからこれ以上の不忠はできないと固く決めていた。そのために命を懸けて戦う。非常に慣れたんです。実は彼こそが義を深く信じ、義に生きる武士だったんです。結局のところ、吉村は義理と人情を決して捨てられるような男ではなかった。やがてそのことがあざとなり、自害せざる得ない状況に陥っていきます。小雪が舞う1月の夜更けのことです。満身創痍の姿で、ささらのごとく歯が欠け、飴のごとく曲がった刀を握りしめ、吉村が旧主である南部藩の屋敷に逃げ込み、命乞いをします。当時、呉屋敷を預かっていたのは、かつて同じ寺子屋で勉学に励んだ幼馴染、大野次郎右衛門でした。ただ、戦いに敗れた幕府軍の敗色はすでに明白。ここで助ければ朝敵です。吉村を助けたくても助けられない。大野は無二の友達に死ねって言わなきゃならなかったんです。生きること、死ぬこと、戦うこと、すべてが複雑に絡まっています。大野は土下座しながら命乞いをする吉村に向かって腹ば切れと冷たく言い放ちます。ですがそこですぐ気づきます。腹を切ろうにも吉村の刀は飴のごとく曲がっていることに。何十人の人を切れば鋼の刀がこれほどまでに。こんたな刀では腹の皮一枚切れるしね。わしの刀をくれてやる。我が家に伝わる大技者、大和の神安定だ。これなら苦しまずに死ねる。さぱっと腹切って死ね。吉村は一人部屋に残されました。明くる朝、大野は変わり果てて吉村を見つけます。彼は名刀大和の神安定には手をつけず、歯が欠け飴のごとく曲がった自分の刀で腹を切っていたんです。歯を握りしめた指が何本かちぎれるほどに苦しみ通して、これで腹切ればほんと楽だったのに。吉村は血に汚れていない名刀を息子に送ってやりたかったんです。それと二分金が10枚、それが父として最後にできることでした。彼がなぜそこまで金に執着し、最後まで生を求めて自分の幼馴染であり上級武士である大野のところに出向き命乞いをしたのか、それは吉村が自分の命の最後の一滴まで家族のために捧げるためだったんです。そしてそれは南部20万石のためにその身を捧げることでもあったんです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよという方は下の高評価ボタンを押していただけたらとても嬉しいです。現代においてお金がたくさんもらえるからという理由で努力して入社してきた人は、理念からして間違ってるからやめた方がいいとアドバイスした修行の人がいます。この判断は適切でしょうか。もしかして単に彼らの心を理解していないだけではないでしょうか。今回の動画は共通理解の一助になればと思っています。私は大谷翔平選手の体制を手助けしたメンタル向上のカリスマ原田隆の考えにのっとって作られた就業規則の作成を行っています。今抱えている人材のモチベーションを上げ、会社の戦力となって付加価値をもたらす社員に育てる、そこに重点を置いた就業規則です。ご関心のある方は概要欄をご覧ください。原田隆についての紹介動画もございます。